お腹と上半身を引き締めたい方は今回のエクササイズがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの7回で腹筋と上半身にしっかり効くエクスプッシュアップというのを紹介します。プッシュアップっていろいろあると思うんですけども、今回のプッシュアップは中でも結構きついメニューになります。ですので、まあ7回一緒にね、頑張ってください。メリットとしては、自重でしっかり腹筋上半身に効かすことができます。で、負荷が高いので代謝をアップさせることができます。できるだけ筋肉を多く負荷を与える方がですね、体の代謝というのは上がります。というのもですね、体がしっかり使われている、筋肉が使われているほど栄養というのは筋肉の回復修復に回りますので、より大きい筋肉、負荷の高いことをやった方がですね、代謝を上げることができます。メリットとしては、一回もできない人います。女性はもしかするとできないかもしれないです。まあ男性でもですね、結構負荷がこれ高いので、上腕がですね弱い方、弱い男性はできないと思います。ですが、胸のね、筋肉を外側から内側まで両方しっかりね、効かすことができますので、普通のプッシュアップに慣れてる方はですね、今回の X プッシュアップがおすすめだと思います。ではやり方を説明します。通常のプッシュアップはですね、まあ肩の下に手を置く、または広げる、位置を下げる。上半身が前に行くほど負荷が上がります。今回は胸の外から内まで絞りながらね、プッシュアップを行うんですけども、手をですね、このようにこういう感じで手を置きます。ここから手で押す感じで、ここで X を作る感じですね。体を起こしていきます。一回やってみます。ここからですね、このように体を起こしていきます。しっかり上がった時にですね、胸を、内側の胸を絞り込む感じで胸を効かしてください。そして力を大きく出しますから、腹筋にしっかりね、効かすことができます。これを一緒に7回やっていきましょう。もし体が上がらないよって方はですね、膝をついてもいいです。膝をついてしっかりね、胸を外から内まで絞り出す感じで上半身に効かしてください。で、腹筋はですね、腰が反れないように腰を丸めて行うことで腹筋にギュッとね、効きますんで、やってもらえたらと思います。膝ついてやる方は腰が反れないように腰を丸めてからこのように行ってください。では一緒に7回いきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、うわお疲れ様でした。たったの7回どうでしたか。やはりエクササイズというのは少ない回数なほど筋肉にもちろん効いてます。ですが、多い回数の方が乳酸が蓄積していくので、やってる感はあると思うんですけども、こういった少ない回数で効くエクササイズの方がですね、筋肉にはすごく効いて疲労感は残らないので、エクササイズをより楽しむことができます。やはり長い時間ね、例えばプッシュアップ100回とかね、やってると疲労感がすごい溜まってきますから、やはり苦痛に感じてきます。ですが、今回みたいな7回乳酸が溜まる前にですね、筋肉疲労が起きてしまいますから、もちろんきついっていう感覚はあると思うんですけども、終わった後がですね、結構爽快です。ですので、こういった少ない回数のエクササイズというのをやってもらえたらと思います。30秒とかね、1分とかやり続けるエクササイズもあると思いますけども、代謝を上げたい、筋肉をつけたい、そういった方はですね、少ない回数のエクササイズを選んでもらえたらと思います。ということで、頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメント、シェアもよろしくお願いいたします。これからも少ない回数、少ない時間で効くエクササイズを紹介していきますので、チャンネル登録されてない方はぜひよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。